これやってたの。どこでもいい。はい、ありがとうございます。あ、どうも、はい、ありがとうございます。今日は、フードドライブということで私、東見て来たんですけども、はいはいはい、今日はですね、フードドライブから、こちらの方はフードパントリーといいまして、もう普段いろんな、寄贈品をですね、はい、持ち帰ってもらうということで、必要な方がもう12時ごろ見えます。はいはいはい、はい、それであと残ったのは子ども食堂に分配されるというような方法で、フードドライブ&フードパントリーという名称で今日はやっております。はい、はい、今までこのフードドライブっていうのは耳にしたことあったんですけども、はい、フードパントリーっていうのは割と最近私聞いたようなイメージがあるんですが。はい、そうです。コロナが始まりまして、はい、3密を避けてですね、なかなか家庭に配ることができないものですから、こういうところに来ていただいて、たくさんのものの中から必要なものを持ち帰っていただくと、それがフードパントリーっていうような内容ですね。なるほど、これはじゃあフードドライブと同じようにこれからずっと続けていくような感じなんですね。そうですね、はい、なるほどですね。今日大体何人ぐらい来られる予定なんですか。そうですね、持ってきてくれる方もおそらく、30人くらいはいるんじゃないかと思います。じゃあまた結構な量集まるってことですね。はい、はい、わかりました、はい、ありがとうございました。はい、どうも。市議会議員の青木さんいらっしゃったのでよろしくお願いします。いずれコラボをお願いしようかと思ってたんですが、ここで実現を、こんな形でちょっとまたおいおい対談をお願いしたいというところで、改めてしっかり時間取ってよろしくお願いします。ちょっと今日はフードドライブと、はい、フードパントリーですね、はい、どういうものなのか軽く見に次第なんですけれども、 ありがとうございます。ありがとうございます。実はもう私松本町ライオンズクラブに所属してるんですけど、はい、実はもう5年前ぐらいからもうこのフードドライブ自体を始めさせてもらってて、そ, で、ね、それでなんとか重ねているうちにちょっとこういう形で、ホットライン自重さんと一緒に、集めながらもうその場で提供するっていう形にちょっと行き着いたっていうような、そんな経過があります。なるほどですね、はい、実際に結構新聞とかを見てですね、告知すると結構それを見て持ってきてくださる方とか問い合わせしてくださる方ってすごい多くて、でそこで集まったものと、もうそれと一緒に今実際生活に困っている方、そういうお子さんを持っているご家庭の方にもう取りに来てもらって、食料を、でまあ、ここでもう配達せずにもう持って行ってもらうということを一緒にやりましょうということで、今ちょっと形として一つ出来上がったかな。なるほどですね。相変わらずトークが上手いです。ありがとうございます。まず別の機会で、はい、ちょっといろいろとお話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。子供たち、子供ちゃん、ね、なんで本読まなきゃいけないの。園長監督に見させてもらいます。こういう今日のアイザーカオに天田博介始まります。はい、フードパントリーですね、1家族1袋で、これは麺ですね、あとはマヨネーズとか信州産のキノコが何点か出てます。のど飴だったりカップ麺とかですね、あと調味料、大根とか衣類もたくさんありますね。こんな感じで、これから仕分けされるものとかもあったりとかですね。執行官様が杖をついたら井戸が湧いたお話。はい、新型コロナウイルスもびっくりして逃げていっちゃいますね。はい、見えますか。はい、次行きますよ。はい、塩に、間もなく開始の12時となったんですけども、すでにすごい行列ができてますね。受付を済まされた方から、配布が始まるということです。それではすみません、12時になりましたので少し時間過ぎましたが、これより松本中央ライオンズクラブからの物資の贈呈式を行わさせていただきます。皆さん本日はご苦労様です。皆さんからの寄せられたお心がけ、はい、多くのメディアに取り上げていただいたり SNS でも発信させていただいたり、ライオンズのメンバーにもすごく宣伝していただいたりして、みんなの心がこんなにたくさん寄せられてくることになりました。
本当になんだかこんな殺伐した世の中にまだまだ捨てたもんじゃないなって気持ちでいっぱいです。本日は皆さん本当にありがとうございました。そして今日皆様から与えられたたくさんのこの優しさを誰かの笑顔につなげるためにこれからホットライン申請さんにこの物資を贈呈したいと思います。皆さんありがとうございます。長野県ライオンズクラブとして目録米300キロが事前食分をミニフードドライブ協賛事業として贈呈をさせていただきます。お受け取りください。お願いいたします。はい、ありがとうございました。こんなにたくさん寄贈品をいただきました。今こちらの方にですね、ざっとこう並べておりますけども約8000点はあるんじゃないかと思います。これよりまだ集まってきますので最終集計はこの後出したいと思います。今猛威を振るっているコロナがありますので、中でやらず外ということで今お弁当を配りながらですね順次こちらの方に取り入ってもらうそんな形を取りたいと思ってます。それでは信州子ども食堂ネットワークのですね、子どもの代表から感謝状を渡したいと思いますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。おありがとうございました。ありがとうございました。で最後に、本日は共催で松本市にこの事業を共催していただいておりますの で本日松本市役所の子ども部長の青木部長いらっしゃっておりますのでご挨拶最後にいただければと思います。よろしくお願いいたします。子ども部長の青木部長と申します。本日はこの世代リレーのフードドライブが開催できて本当におめでとうございます。でそれからライオンズクラブさんはじめそれからホットライン新人さんお集まりの皆様松本市の子育て支援に関しまして本当にいつもご理解ご協力いただきまして感謝を申し上げるところでございます。松本市はですね全ての子どもに優しい町づくりということで、平成29年に、松本市子どもの未来応援指針というのを策定しました。でこれは子どもたちに温かい食事それから学習の支援を行う、居場所づくり等の推進に取り組んでいるものでございます。で始まった当初はですね市内の4カ所から始めたんでございますが、現在は13カ所まで到達しました。今回共産の NPO ホトラインさんもねご協力いただきまして本当に地域の中に根付いてきたなというところを感じているところでございます。それから新しくちょっとやりたいんだけれどというようなお問い合わせですとかそれから応援のメッセージなんかもいただいておりまして市民の中に根付いてきてるなというところを感じて嬉しく思っております。今回の昨今の、ね、コロナで経済的に苦しいご家庭も増えている中でそんなところにこれだけのご協力を本当に嬉しく思っております。経済的な支援だけではなく精神的な面の支援というのもすごく大きいんではないかなと思います。今日もこんなやりとりがなんかすごくこれだけで心がちょっと温まりましたけれどもそんなことを感じています。こういう人と人のつながりという取り組みが続いていて全ての子どもに優しい街づくりが進んでいくことを期待したいと思います。これからもいろいろな面で皆様にご協力をお願いしたいと思いますがどうぞよろしくお願いいたします。これで本日の贈呈式を終わらさせていただきます。この後1時まで、フードドライブまたパントリーも続けさせていただきますので、ぜひ、1時まで、ご協力の方よろしくお願いしたいと思います。本日は本当にありがとうございました。はい、ということで、本日松本市の、共同庁舎で行われましたフードドライブフードパントリーにやってきました。皆さんもねもしご家庭に余っている食材等ありましたら最寄りのフードドライブフードパントリーに、ご寄付の方よろしくお願いいたします。じゃあ今日はこれで終わります。ありがとうございました。